まあさすがですよね。コンテンツビジネスをここまでやり込んで、そして長い間一点集中してやってるのは、まあ吉谷さんしかいないんじゃないかなと思いますよね。まあ他の方でコンテンツビジネス上手な方がいたとしても、まあ2年とか3年でいなくなって、誰だったっけあの人みたいな感じになってると思いますしね。うん。で、あの川島さんっていうのも、まあ、有名だと思いますけども、じゃあ今、川島さんのね、プロモーションが、あちこちのメルマガでかかるかって言ったら、まあそういうこともないですしね。まああの、もっともっと上のレベルに行かないと川島塾に入ろうぜみたいなお誘いも多分ないと思いますし、うん、なんかその他ね、有名な方が出てきちゃ消えて無名になっていってみたいな感じですよ。今だから昔こんな人がいたよねみたいな感じで思い出話で語る人ばっかりで、じゃあ今まっすぐ現役でやってる人って誰がいるのと。あの仮想通貨キングのね、泉正さんですら今何もプロモーションやってないばかりかね、うん、どうしてるのか全く分からない。あれほどまで出まくっていて、あれほどまであらゆるメールマガジンでプロダクトローンチかけて、もうそんなにね、知らない人がいないみたいなね、そんなところまで行ったのに今は無活動ということなんですよ。でも華々しいね、10億20億50億っていう功績を上げなくても今日もやってるっていうのはまあ我々ぐらいじゃないかなと思いますけどもね。どうなんでしょうかね。いってらっしゃい。